検査に合格したリンゴに貼られたラベルラベル、レーベル、レッテルとは、物の表面に貼り付けて、名称、内容物、番号、所有者等、を、そのものに関連する情報を記載するもの及び、それらを示す遺書のこと。素材は紙や合成樹脂が多い。保護や印刷のために、表面に特別な加工がなされたものも多い。裏面に、すでに接着剤。 粘着剤が塗布されたシールである場合が多く、小売店などでは、リール状の剥離紙に等間隔に貼り付けたれたラベルを、ハンドラベラーあるいはシールピーラーなどで個々の商品の上に、値札として貼り付けることが多い。ただし、個別に乗り付けするもの、包むような方法で貼り付けせずに固定するもの、針金などでくくりつけるようなもの、対象に直接印字するものもある。 郵便物の表面に貼り付けるアテナラベル、時期的記録物の内容を表示するためにその本体やケースに貼り付けるラベルなども存在する。なお、ラベルはその利用のされ方から印刷や接着剤、粘着剤との関係が深い。レッテルに関しては、レッテルを貼るなど、研究者や社会的弱者に対する理不尽な揶揄としても知られている。 レッテルの語源はオランダ語のレターである。この語は基本的に字母、文字という意味に過ぎないため、日本語におけるラベルの意味として使われるレッテルは和声乱語である。ありがとうございます。